ロラスとドナンはカルディウムに行った。騎士団は都市に進軍しているから奴らを追った方がいいって。でもあなたと合流したかった。個人的なこと一つ聞いていい？もちろんだ。何をやっても無駄だと思うことはない？認めたくないがある。勇者として頼られているが、人として昔から何も変わっていない。強さはもちろん欠点もある。努力はしているが、それだけでは足りない。ヨーリンにもお前の母親にとってもだ。気が楽になれる？いい味方がいればな。正直に言ってくれてありがとう。一人じゃないって思えるとホッとする。さあ行こう。カルディウムでみんなを探しに行く。西の道を見張れ。壁には警備兵を立てる。一体どこから来ている？あのロケットを何より大切にしてたんだ。ここにあるはず。死んだのよ。ほら、早く行かないと。罪のない人々を殺した。空から血の雨が。不吉な予兆以外の何者でもない。政府よ、我が剣に導きを。落ち着け。今死んだらエライアスと一生木の上にいることになるぞ。それでもいいのか？私だけで十分だ。やっと来たか。騎士団があっちこっち荒らしている。リリスはいるの？ああ、木が言った通りだ。雨も悪魔もすべて宮殿の下にある地獄の門から吹き出ている。奴が道を開いたのだ。父親の聖髄を取り入れたらサンクチュアリはおしまいだ。何としてでも阻止する。
話は私に任せる。存在した者の断片に過ぎぬのにそれを誇る愚か者の手により汚されたワールドストーン。リリスはこの剣で斬る。予言に偽りはない。何も変わらないと言えるのか。我々の切り札を持ち逃げした。どうするつもりだ。リリスを止める。そのためどんな犠牲も払う。傲慢なイナリウスに頼るわけにはいかない。石があろうとリリスに勝てる人は知ってる。俺か。君はアスタロスとアカリアに勝った。石が見つからなければ最終兵器になるのは君だ。仲間まで連れて戻ってきましたか。光の祝福あれ。政府は我らのために尽くします。奴は我々のソウルストーンを奪った。あのお方の意志は光そのもの。まだ信じるのか。我らを疑うのですか。あなたもヨーリンもあれほど世話をしたというのに。息子が今のあなたを見なくて何よりです。みんな下がりなさい。落ち着け。罪には欠陥が伴うのです。政府が正しい行いをされたと信じます。我々だってリリスを止めたい。目的は同じだ。イナリウス様が地獄の口でお待ち。
政府にお任せすればよいのです。だが兵士や民には助けがいる。我々と同じだ。共に行動した方が早い。さすがですね、ロラス。合理的な提案です。いいでしょう。では門のところまでついていってください。聞きなさい、騎士たちよ。予言の日がやってきました。政府は地獄でリリスを打ち破り、敬虔なる信者を天に昇らせてくださる。いざ宮殿へ。Oh!
塞がれています。落ち葉はそのままで。ノラス、話がある。彼女は信用できない。ああ、だが奴らに分たりがある。目的も一緒だ。今はね、門の上にあるのは巻き上げ機。俺に任せろ。Come on!
が必要だ。たどり着けたならオラドリムは宮殿にいるはず。来てくれたのね。あなたを待つようにみんなを説得したのよ。プラバの前で怒るとはな。それを言うなら、お前も石を捨てるべきではなかった。向かう先は決まっている。メフィストは憎悪の大聖堂に隠れている。火の海の先にアスタロスの領域がある。スコスグレンが奴を解放したのもそれが原因だ。彼女はそこにいる。だとしても我々には意志がないぞ。分かっている。リリスを止められるのは自分しかいない。
さっきからああだこうだとうるさいぞ。いい加減にしてくれ。ああだこうだ言ってるのはお前が。もうやめて。普段はもっと冷静なのに。普段しっかりして。確かに石は奪われた。でも口論してる暇があるなら手を動かして。イナリウスが持ってるなら奪えばいい。それしかリリスに勝つ方法はない。違う、石を使う相手はリリスじゃない。石は親の方、三大役のメフィストに使うのよ。彼は人の心を巧みに操る。現に彼の憎悪が私たちの心につけ込んでる。リリスは彼を警戒してる。私たちもそうするべきよ。もういいか。とにかく私が言ったことを覚えといて。いい。それで何が見えたの？あなたや石を利用してでもあいつを止めないと。彼女を追って憎悪の元まで行く。そうなったら私たちの心も毒され、互いを敵に回すかもしれない。私たちがここにいる目的、みんなで思い出そう。足りない。
りが足りない。出さないためのもの。下がって、あの炎を何とかするから。ダーニスダイレッキ。吐くわよ。手を貸してくれ。光が必要だ。
無駄死にしたみたいね。落ちた天使の餌食になった者たちだ。進むぞ。罪は罪を生み、人は人を生む。恐怖は憎悪を生み、憎悪は破壊を生む。そして破壊は新たな恐怖を生む。恐怖、憎悪、破壊、無限の円環を織りなす。彼女の下に何かあるの？ソウルストーンのものだ。戦いはまだ続く。政府はリリスを追っておられる。連れてきた騎士も、お前自身にも救済は来ない。ロラス、ディナリウスにとって我々は不要で、お前も道具に過ぎない。それとヌスットだ、我々がカルディウムで手助けしている間もずっと石を持っていたのだろう。ディナリウス様から託されたのです。まさか、まさか、あれを奪ったのか。プラチナ異端者め、貴様らは闇のしもべだ。皆呪われるがいい。放っておけ、憎悪で毒されている。彼女一人の問題ではない。なぜここにいるのか、なぜ戦っているのか、思い出すんだ。何がしたいのだ。薬を持ってる。痛みを和らげ、動けるようになるやつをな。飲むんだ、プラバー。今ならカルディウムに戻れる。それが賢明だ。
だが油断はするな。大聖堂は崩壊寸前だ。もう誰にも頼れない。離れるなよ。プラバが言っていた戦闘を探すぞ。そうだ。まだ無理だ。
無理だ。Okay.
なくては。様になっているな、ドナン。少しぐれんで大物だったのも納得できる。今のは褒め言葉か？誰か書き留めておいてくれ。記念すべき瞬間だぞ。前にも褒めたことあるぞ。例えばあの時とか。おお、覚えて。地面が揺れているぞ。備えるんだ。Thank you.
ロラス、あなた一息ついてるだけだ。この先に戦闘が見える。行くぞ。リリスはいるのか。血の花びらがある。リリスはここにいたのか。政府の名のもと命を懸けて戦うのです。光の祝福あれ。覚えておるか、イナリウス。呪われし者たちのささやきを。言葉ではその身を守れんぞ。姿を現せ。ほう、大層な戦士殿だ。よく言えたものよ。
かつての迷いはどこへ行ったものか。お前は私を騙した！答えよ、イナリウス。何を望むというのだ。天界への帰還、それが我が望み。共に築き上げたもの全てを破壊するのもそのためか。サンクチュアリは忌まわしき存在。息子は天界のためになしたことだ。それでキャツラは喜んだか。いや、天界はお前を求めていない。光の元、我らが信仰を見せるのです。いいな、わらわとの過去、キャツらは決して許さぬ。どれほど自らを欺き、何を犠牲にしても沈黙、それが答えなのだ。私は正しいことをなした。これ以上私に何をしろと。この通りだ。天界よ、答えてくれ。もはや天界はお前に答え。嘘だ。天界よ、過去を。お前には地獄がふさわしい。遊ぶかのように翼を引き剥がした。彼を死なせる前に苦しませたかったんだろう。予言が間違ってたってこと。光の槍が憎悪の心を貫く。そうでもない。リリスも負傷した。それならソウルストーンに閉じ込みやすくなるだろう。進むぞ。
考えがある。見えざる目を準備する。目？どういうこと？イリスを探すぞ。そのためには目を使うしかない。本気？最後に目が使われた時、とんでもないことになったんじゃ。他に案があるか。どうだ、やはりな。約束を果たすのだ。よかろう、憎悪の巫女よ。我が力を差し出し、父と対峙しよう。そして我らは故郷へ帰る。どこだ？お前は己が心の囚人だ。ここに閉じ込めておくこともできる。別の運命を与えてやろう。お前はサンクチュアリ一の守護者になれるぞ。あとはお前次第。
だが羊飼いの導きがなければ迷子のままだ。人間どもは寺院という名の劇場に群がり、偽りの救世主から善と悪の踊り話を聞かされ、ややこしい。政府が救いの道を授けてくださったのだ。なのにお前たちはそれを無視し続けている。単純なものだ。必死に信じようとする人、見せ物は有意。子供の目から見た世界だ。だがそれも全て幻。オラドリムは真実を知っている。彼らは知識の保持者にすぎない。お前の童貞を追い、警告ではあったが、サンクチュアリはまとまらず、混沌を生み出させてしまった。イナリウス、エライウス、ドラス、予言の意味を都合よく解釈するあまり、いずれもその単純な真実に目をつぶっていた。我らは皆、天使と悪魔の手本、永劫の戦いの囚人。その事実は一生つきまと、生き延びるためには戦うしかない。予言は己のことしか書かれていない。イナリウスの考えはまるで人間の、人間は彼からそのうぬぼれさを受け継いだのか。祝福の母よ、救いたまえ。エライウスはわらわがサンクチュアリを救うと信じたが、それは違う。人間を導くのは同じ人間。
まずはメフィストを破滅することだ。その戦いを先導するのはお前だ。わらわの手を取るだけでよ。サンクチュアリのために戦うのだ。わらわは影に徹する。お前の手など取らない。わらわ、これがお前を待つ未来。助けようとする。この場所を見よ。この惨めな洞穴で我がお前を救ったのはリリスを撃てると思ったがいい。それ以上は求めぬ。率直なところ、いずれ我ら仇同士となるだろう。だが今この時はリリスを撃つために互いが必要なの。我の目を見よ。先は険しい。我が祝福が見せる。それぞれ進むわ。やはりあの狼が陰で手を回していたのか。わらわではなくメフィストにしたのか。
なくては。お前にそんなものか。埋葬するなんて考えるなよこのバカ者が。お前を引っ張り出すほど元気に見えるか。手をどかして傷を見せる。お前の指図は素直に聞くわけないだろう。私のことを知ってるくせに。大聖堂より私を頼ればよかった。力になれた。助け合えたはず。ああ、それに少し連だけでなく妖霊も救えたな。息子は誇りに
ドナンのことは残念だ。悔やんでも仕方ない。目で何を見たのか。リリスが炎の海を渡り、その先に父親の領域も映し出された。その後奴に閉じ込められてしまった。遅すぎたか。石を手に入れた。もう後には引けない。どうすればいい。わからない。私は私が生き残れなかったとしても、お前が決着をつけると信じてた。私と違ってお前の意志は常に固い。直感に従い、その直感があったからこそここまで来た。気を引く。彼女をソウルストーンに閉じ込めてくれ。賢い策だ。それは嫌だ。分かります。メフィストがあなたをここへ導いた。ここは彼の領域でしょ。あっちの思うがままに動いていいの。リリスよりも彼の方が脅威だと思う。石を奴に使いたいと。そのようなことになれば我ら全てが破滅することになる。奴は恐れてる。うまくいくかもしれない。メフィストを石に封じ、ロラスのところへ戻る。リリスを置き去りにして地獄の門を封印するのね。お前たちが逃げ出そうとリリスに囚われる。我を石に封印すれば奴は我の力を奪い取るだろう。常ならば分かることを我への憎悪で見誤る。メイリル、奴が信用できるかは俺には分からない。お前なら大丈夫だ。その判断に従う。お前たちだけでなく全人類の命が
教会で待ってるからね。これでお別れなんて許さないから。分かった。味わわせてやる。どうだ。
クチュアリは永劫の戦いからの解放となるはずだった。それなのに今ここでまたもわらわが与えた自由意志をお前は無駄にした。理解できぬ聖戦に虚しく費やした。自由を与えても圧政を選ぶわらわの賜物を無下にしたのだ。わらわなしでお前は決して勝てぬ。この愚行の結果に苦しむがいい。との戦いに決着をつけた。石に封じ込められたのか。いや、メフィストを封じた。おかげでリリスより先に憎悪の大聖堂につけた。なるほど、奴は最初から関わっていたということだ。危険は生じた。いや、分かっている。石はどこだ。ネイレルは戻ってこなかったのか。いや、彼女は砂漠の境界に向かったはず。彼女を追え、急げ。私はドナンを連れて行き、地獄の門を封鎖する。頼んだぞ。一人ではダメだ。一緒にここまで来たんだ。最後まで付き合わせてもらう。我々だけが残った。サンクチュアリの創造主たる天使と悪魔が、父と母が滅んだ。彼らの子である人間はその闘争を引き継いでしまったのだ。その事実は今後も変わらない。だがリリスはそれに抗おうとした。永劫の戦いからの逃亡、彼女の野望は実現できるのか。年老いた私が答えるような質問ではない。私に残された時間は短い。この戦いはもはや私のものではなくなった。我々は反抗期の子供と同じような道を歩むのだろうか。子供というのは得てして親に似るのだ。ラズナを筆頭に
我らの嘆かわしい本質を克服できなかった者と同じ運命をたどらないよう、放浪者とネイレルを手助けするほかない。ネイレルと一緒に戻れたら方法を考えよう。そうするしかない。休めるときに休んでおけ。またすぐ旅に出るからな。彼女がいない。なぜ待ってくれなかったのだ。ここでは無理だ。ああ、そうだな。それに違いない。ヨーリ、ドナ、みんな憎悪によって殺された。ネイレルまで失うわけには。行くぞ。ホラスナール。まったくしつこい男だ。ヨーセフ、何の用だ。そこをどけ。ホラドリムに用がある。後にしろ。友人を埋葬しに行くんだ。代わりにこちらで埋葬してやる。なら、お前の墓は誰が掘る。ホラドリムは闇の魔術を。この世に多いな。ネベスクで救ってくれた。敵ではないはずなのに。愚か者どもが付き合っていられん。私はスコスグレンに行く。ドナンを息子と共に埋葬してやりたい。死者よりも生者を気にかける。ではなかったのか。偉人の言葉だ。それでも約束があるのでな。お前は私より先に北へ行け。大聖堂がまだ追いついていなければ、メイレルは宝物庫に向かうはずだ。彼女を探せ。合流したらドナンの邸宅で会おう。
に取れました。いい分解でした。私は見たよ、獣の角の女、今立ってるところを通り過ぎた。中で見たものだわ。もうすぐよ。母さん、私が助けるから、絶対にその方法を。私を置いていくんでしょ。面倒を見てくれる場所なんか探したりして。予想とは違うけど、希望は捨てないことね。まだそんなこと聞くの？私はあの人の娘よ。手がかりがあるところには道がある。最後まで諦めないからね。彼女の気配はないが、あの手紙はここになかった。彼女が残したのか。
人分の足音しか聞こえないぞ。この暗号を覚えるのにものすごく時間がかかった。あなたが読み方を覚えているといいんだけど。ロラスは最後のホラドリムだから。母さんはあなたといるようにって言うだろうね。ホラドリムは何でも知ってるって考えてたから。母さんが今の私を見たら驚くと思う。少ないのは分かってる。でももっといい答えがあるはず。それを私一人で見つける。一緒に行きたい気持ちは分かる。でも私の身勝手でたくさんの人を失った。あなたも失うわけには。判断を誤れば世界があなたを頼ることになる。私の過ちを正すために。聞きたくもないだろうけど、あなたに逃げる権利はない。今度こそ。
したい。だが彼女は三大役と共にいる。それに我々は追わないよう指示されている。どこから探せばいいのかも定かではない。もっと情報を得るまでは待った方がいい。何もせずにただ待つわけにはいかない。ならどうするつもりだ。彼女の意思を無視して追うのか。いや、メイレルのことに関しては賛成だ。だがサンクチュアリにはまだやるべきことがある。ささやきの木の元へ行く。なぜそんなことをする。味方として残っているのはあの木だけだ。それと今後のためにも仲間を集める必要がある。ならば木のところへ行け。だが気をつけろ。来たな、救世主よ。リリスを止め、サンクチュアリを解放したか。さぞかし嬉しいだろうな。ここはねぎらうべきか。黙れ、このろくでなし。新参者はいつだってよくしゃべる。旅人よ、なぜここに取引来たのか。首を差し出すつもりはない。仲間を求めているだけだ。仲間か。もし受け入れる気があれば協定を結べなくはない。借りは返すものだ。お前ならそれを取り戻せる。さあ奴らに借りを返させろ。そうすれば権力や富にお前が望む全てのものを授け。そうだ、そうだ。代わりにお前にはサンクチュアリの治安を守る良き力となってもらおう。遠く離れたカルディウムには我らに借りがある人間や悪魔がいる。彼らを殺し借りを返してもらう。後始末はカラスに任せればいい。